写真とかで瓶とか丸いもの、コップとかグラス、そういうものを撮るときにやけに光っちゃってうまく撮れない、そういうこと多いんじゃないかなと思いますね。で、本来ですとスタジオで撮ることができれば綺麗に撮れるんですけど、まあ一般家庭にはそのような設備はないですね。でも工夫するとうまく撮れてしまうんですよね。まず方法として、撮りたいもの、それを置いてみます。置いてカメラを構えて、もし反射する光がこのボトルの正面だったらカメラを移動させます。そうしますとこの光ってるところがボトルの正面からずれます。でボトルを撮影してるプロの写真とかを見ると、だいたい斜め45度ぐらいですね。そのぐらいが光ってますね。ですのでカメラをその位置まで持ってって、この光の位置、その位置を45度付近になるようにしてみてください。でこのまま撮ってしまうと、このラベルの位置とかがそのまんまですので、ラベルの位置だけ正面に向けてこれ撮影します。そうしますと光らずに撮影することができますね。あとはフラッシュ使いたくなるんですけど、まあフラッシュを使う撮影は諦めて、昼間太陽の光の下でも直射日光ではないところで撮影してみてください。丸いものって本当に撮影うまくいかないんですよね。特に真ん中が反射してるとラベルとかが映らない、コップとかグラスとかですと正面に書いてあるデザインが光ってしまう、そういうことがありますけど、斜めになってればなんとか緩和されますね。しかも斜めだと見た目もいいですね。何かと悩まされるボトルとかコップグラスの撮影、ちょっとした工夫でうまく写真が撮れるんじゃないかなと思います。ぜひ試してみてください。